リビングブルースが続きまして、これの表紙になったのはリトルパッド・ラッシングという、人なんですけれども、彼はですねマックスウェルストリートの、ビデオなんかにも登場している人でありまして、このリビングブルースのですね、特集みたいなことでマックスウェルストリートも出てまいります。その中にですね、いろいろ写真が載ってるわけでございますが、1980年代のマックスウェルストリートを捉えたものですけれども、ポール・プロカッチオという人が撮った写真がいろいろ載っておりまして、その中にまず表紙にもなっておりました、パッド・ラッシングというおっさんがですね、仲間と、ニコニコ笑いながら撮っていたりですね、マック・マックマンという人が踊っていたりですね、80年代のマックスウェルストリートで活躍するブルースマンが何人か映っております。この中でですね、私が非常に、見覚えがある人がいるなと思ったのが、このショーティー・ギルバートというベースの男なんですが、彼はですね、今でもエリー・ショーという昔ハウリングルフと一緒にやっていたサックスの人がおじさんがいるんですが、彼のバンドで今でもやっているショーティー・ギルバート映っております。彼はちょっと足が悪い感じで、ちょい今でもやったんでしょうかね、今でも足を引きずったりと思いますが、彼が珍しいです、立って演奏している場面、彼はここに映っているように、左側にですね座っているショーティー・ギルバート映っております。いつもはこういうふうに座って演奏しているわけでございます。このような写真、あとジムズオリジナルの横でですね鉛筆を売ってるおじさんが、いまして、ジムズオリジナルのメニューをですね叫んだりして、こんな写真があったりして興味深いものがあります。まあ私がバックで流しておりますのが、そのエディ・ショーがですね、演奏しているものなんでございますが、昔私が菊田俊介と出したアルバム「トリビュート・マジック・サム」というのがございまして、これでエディ・ショーのバンドをバックにマイティ・ジョー・ヤングが真ん中に映っております。マイティ・ジョー・ヤングですね、左側に菊田俊介、 JW ・ウィリアムズなんかが映っております。マイティ・ジョー・ヤングがボーカル、そして一番右側に映っているエディ・ショーのバンド、これがバックをやっている曲でございました。I've been down so long, but I'm on my way back up again と歌っておりました。こういう CD を出したことがあるんですけれども、ということで、懐かしい、しかもマックスウェルストリートですね、この写真をフィーチャーしたリビングブルース、最新号は214号ですね。また今かかっているのはトリビュート・マジック・サムで、言いましたけども、やはりこれもマジック・サムの曲でございます。You belong to me という曲ですね。